徳山市は山口県の東部にかつてあったし、2003年4月21日に新南洋市、熊毛郡熊毛町、角郡六野町と合併し、新たに周南市となり消滅した。周南市の中核を成す地域でもあり、現在の周南市の施設の大半は旧徳山市の施設を使っている。瀬戸内海に面しており、一部は中国山地まで地域が広がっている。 瀬戸内海沿いの地域は温暖で、降雪も少ないものの、北部のシュマン、主近地区は、冬季の積雪が見られる。また、瀬戸内海に浮かぶ大津島も徳山市の地域であった。波穏やかで水深のある徳山湾は、天然の良好で、戦前には、日本海軍燃料省が置かれ、戦艦山との沖縄特攻作戦にあたり、1 9 4五年四月一日十五時二十分、 やは冬月、両月、朝霜、霞、磯風、雪風、浜風の発隻の駆逐艦とともに、戦艦、大和が海上突撃隊として出撃したのは、本土最後の燃料補給地ここからだった。瀬戸内海に面した中心市街地と北部地域、西部地域に大部される。中心市街地周辺は、日本海軍燃料省に由来する石油や、 徳山ソーダを中心とした重化学工業で第二次世界大戦以前から栄えた。このため環境汚染も進行し、1970年代には徳山湾海底のヘドロから高濃度の水銀が検出されたことから、1976年から湾内の春節も行われた。また地理的に山口県東部のほぼ中央に位置していることから、総地域の中心的な都市でもあった。 北部、西部地域は典型的な中山間地域であり、特に西部地域は新南洋市の大部分を間に挟む地域であったことから、中心地域との結びつきはさほど強くなかった。公立高等学校私立高等学校民間、放送である山口放送が徳山市に本社を置いており、周南地域の情報を取り上げることが多い。高速道路国道、ありがとうございます。